はい、透明輪こんだけいました。改良中のメダカです。横から見てみたいですね。背中に光が乗ってるのが2匹だけ、なかなかの低確率、難しいですね。ちょっと見てみましょうか。はい、横からです。やっぱり透明輪で、やっぱ透明輪なんで側面の光もそんなないですね。ほぼないというか伸びてきてないなぁ。まあこれがだんだんと成長とともに背中の光とともに伸びてきだすという。透明容器で上から見ると結構体内の黒いメダカもいますね。いかにも完成途上というか、まだこれからだなぁ。ただ透明輪で背中に体外光を乗せたというのはなかなかレアです。こういうメダカは珍しい。いいと思います。透明輪じゃないバージョンは圧倒的に簡単なんですけど、このメダカも3から4種類出てるんですけど、兄弟でいろんなタイプがいて、このタイプが一番難しい。透明輪で背中に光を乗せるというタイプです。これが一番難しい。なかなか出てこないです。まあどっちが綺麗かと言われたら、透明輪じゃない方の方がみんな、側面に光が乗ってるので綺麗だと思うかもしれないですけど、難易度的にはこっちが断然上となります。数がかなり少ない。今回この世代も 1,2,3,4,8匹9匹10匹ぐらいですかね。10か11、10匹ぐらいか。なかなか難しい。こっからちょっとオスメスいるか確認して、でうまくペアになっていればまた掛け合わせてみたいと思うんですけど、ちょっと見てみます。メスが多いんだと思うけど、こういうのは。このメダカは割と横に光が入ってますね。これね、これいいわ。こう見るとヒレが見えないんだな。バックが白っぽいから。ここでも見えない。これいいですね。これがいいな、かっこいいな。全部メスだ最悪ですね、これ。最悪の事態。まあでもオスも大きいのがいるんで、なんとか一匹ぐらいはいるとは思うんだけど、この中にはいないな。この世代はダメでしたね。難しいぞ。ペアになってない。片方もいないな。厳しいですね。これすごい黒いですね、外。こういうメダカが出ます。真っ黒い、腹の真っ黒いやつ。うわー、いないわ。いないな。これはもう室内飼育で今透明輪が何匹かいるんで、そこから探すしかないですね。野外ではおそらくもういないだろうな。
これ片頬か？これかっこいいなぁ。これ一番かっこいいなぁ。これ一番かっこいい。適度に中が黒くて表面に光が乗ってる。対外光が、対外光どうなってんだ？これ乗ってるな、対外光が。いいですね。これがいい。これ。これがいいわ。ちょっと放置します。
君の記憶の片隅に居座ることを今決めたから、終わります。じゃあメダカ族どうした、ピヨヨーン。